マンユー×リバプール好調だった遠藤航がやっても歌。先般は同点弾決められた、パスミス出したヌニェスだろ。疲れなのか、いつもに比べ寄せがうまかったわな。マンユーに負けたとかマジかよ。これはリーグ優勝も難しくなってきたな。面白かった。ただうちのヌニエス今日あかんかった。まさに死闘だったけど、ガクポにイライラしすぎて面白くなかったわ。リバプール勝って欲しかったし、遠藤のゴール認めて欲しかった。あの崩しからの遠藤のゴールかっこよすぎ。リバプールは普段からインターバルトレーニングしてるから、あの持久力あんだよな。逆に言えばちゃんと休息できてないと、今日みたいな結果になる。チェルシー戦とちょっと被ったわ。